ばんは、トシです。トシです。今日、今からですね、ちょ練習風景撮影するんですけど、まあ僕らってやっぱり振りちぎる。振りちぎる。お前ら飛ばすだけしか脳がないんやろって皆さん思ってると思う。まあ僕はそうですけど。そうですね。まあほんまに飛ばすだけの風樹。飛ばすだけの風樹。ブー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 。ベストスコア何本やった？64っす。64ですよ。意外と。何アンダー？なんで8アンダーっすよね。ちょっと計算苦手やもん、ね、算数嫌いやったもんな。算数嫌いっすね。ゆらちゃんよりアホやもんな。あの皆さんゆらちゃんご存知ですよね。ゆらちゃんもあの女性は本当に頭がいい。頭が良すぎる。頭が良すぎて僕いつもバカにされてる。まあなんかコンサル終わった後に、まあ、ちょっと話したりしてるんですけど、めっちゃバカにされます。基本鼻で笑われてる。鼻で笑われてる。鼻で笑われてる。何歳鼻でるんですか。何歳離れ14歳ぐらい離れてますね。今中1やから10歳ちゃうんすか。僕14ぐらい離れてる。13、14やな。13、14にバカにされてますから。あら、まあ、でも本当に勉強文武両道ですね。文武両道やな。あ、まあ、頭良すぎるもんな。字めっちゃ綺麗です。字僕より綺麗ですから、ね。まあ、奥さんがめちゃくちゃ綺麗もんな。奥さんも綺麗です。すごいです。奥さんからいただくお手紙のあのお礼状の手紙の達筆さ、はい、マジっすか。ゆらちゃんの字を見て勝負しようって挑んで鼻でバカにされたもんな。あの可愛い字書くねって言われた。それ奥さんにやろ。ま、丸字っすか。奥さんに可愛い字。ゆらちゃんのところお母さんに。すいません。まあまあ字が綺麗でもゴルフは上手くならないんで。ですね。はい。練習あるのみで。練習あるの。で僕ら二人で、練習風景撮ろうと思って。飛ばして。飛ばして。で多分皆さんお前ら飛ばすだけ見せろと思ってますので。ただひたすら振りちぎるっていう2人で交互にっていう動画で、今から振りちぎるんはもう本当に振りちぎるんで、あのどこに飛ぶかわかんないですし、ダフるかもしれないですし、ドスライスするかもしれないんで、それぐらいのレベルで今から振りちぎっていこうかなと。まあそういう練習がいいですからね。まあこういう振りちぎるっていう練習、なんかリミッター解除できるっていう。ああそうですね。いう、まあ言っていいですか。リミッター解除できるんですよ、振りちぎったら。以上です。全然言っていい。本当に振りちぎる練習したら。振りちぎる練習なんかしろって俺コンサル絶対言わへんからな。はい。まあこの辺は気合と根性でやっていこうかなと。ね、じゃあ行きますか。あ、いや、さっき言って俺ハードル上がる。振れる。こんなに寒い中でずーっと動いてなかったいきなり出てる。おい。おい。やばいやばい。ただ振りちぎる動画で。何が一番びっくりするってあれやもんな。何も関係なしにほんまに俺のクラブ勝手に取ってんもんな。まあ皆さんこういう練習やってみてください。それこないだなんかサトシ君言ってなかったと思う。言ってましたね。言ってたよ。あっためるって体温める方法で振りちぎるって。じゃあお願いします。お願いします。おわやばやばいっすね。やばいなほんまに。ほんま振った時飛ぶな。はい。で2人のイメージもう300ヤード切らさないイメージでやります。はいはいはい。その代わり曲がる可能性があります。いいよ。飛ばしといえばこのデブなんで。デブ？デブ？デブ？大丈夫。恥ずかしがるな。今日なんかシャイボーイですね。めっちゃシャイやな。めっちゃシャイ。どうした？うまいか。割りやからじゃ。おもんな。おえぐい。えぐい。あっちでもいいで。いや、シャウトが怖いです。今風純が使ってる、風純プロが使ってるのがボスの。ボス。これは自分のです。私のです。いや、おんなよ俺も。風純ドライバー潰す癖ある。ほんまに。ドライバーありますね。まあ、僕本気で飛ばすとき絶対こういうなんかよくわからない。シャ。シャイトントンやろ。おお、えぐい。えぐい。飛ばすときトントンちゃうの。次トントンします。タタン。やったよ。お願いします。えぐい。えぐい。えぐい。勝たれへん。いや、リーダー、ほんまにリミッター解除皆さんしてください。これで振りちぎる。いつも解除する。え、いつも解除する。いつも解除してる。生まれた時はリミッターだよ。ないっすね。
そのまんまでいたんで。せやな。赤ん坊のまんま。僕をぶっ飛ばすときはこれ。ちょ、これほんまに飛ぶんですよ。ほんまに飛ぶねん。次やって。オッケー。言うで。ちょ待って、タイミング止め。できなくなってる。できなくなってる。だってなかったっすもんね、さっき。なかった。自然にトントンっすね。トントン打法です。トントン。飛ぶやろ。ほんまに飛ぶ。ほんまに飛ぶ。ほんまに飛ぶんですよ。飛ぶ人が打てば飛ぶんですよ。そうしたら意味ないやんけ。別に意味ないっすよ。もともと飛んでんねんからやらんでいいやんけじゃん。それはおもろいっす。いやマジで、でもトントンいいんで。トントンできへん。おぉ、えぐい。気合いで。よし。よし。よし。世界一周行こうか。世界。コロンビアまで飛ばしてくれる。コロンビア。あ、アフガニスタン。アフガニスタン。あのゴリラになっとるやつ。サンドウェッジぐらいの弾道で飛んでいきました。楽しいですね。楽しいね。最近僕ハイドローの打ち方分かったんです。いきなりこれほんまに、いきなり言い出して、いきなり、あ、いいっすか。いきなり真剣な顔して、僕今更なんですけどハイドローの打ち方が分かりました。俺の言った一言何やった。え、今更？いや、それびっくりしますよ。打ち方はもちろん分かってますし、はい、どういうふうにいくつって分かってるんですけど、自分のスイングに置き換えた時に、置き換えた時に分かったんだろ。あ、僕はこれなんやっていうのが気づけたんで。よし。よし。振りちぎる。はい。もうトントンやわ。飛ばへん。あ、飛ばへん。飛ばへん。おえぐ、これえぐいですね。えぐいっすね。ほんまにえぐい今の。あ、びっくりした。ほんまにびっくりしたわ。今までに見たことない弾道出たな。自分で飛ぶと思ったよ。あ、ちょ待って、はい、あと2球しかないから締めて。あ、俺締められへん。君がおったら俺は締められへん。すげえバリ飛んだ今の。ねえ。終わりや。さあ、角がいい。おぉ、えぐいえぐい。おぉ、ほんまに飛んでんの。はい、やばいっすよ。え、ほんま300楽勝やもん。いってますね、あれは。どこまで行きます。意外と飛びます。え、どこまで行きます。今の北海道ぐらいじゃん。四国。ああ、さすが、はい、さすが都市コーチも僕のせいで水曜どうでしょうファンになってしまった。皆さん、水曜どうでしょうめっちゃ面白いんで見てください。よし、以上です。北海道行きます。閉めろよ、ちゃんと、はい、ちゃんと閉めるよ。もういく。ちょ、次元が違うわ、やっぱ次元が違うな。皆さん、ありがとうございました。皆さん、マンブリおすすめなんで練習してください。ありがとうございました。ありがとうございます。What?